こんにちは。マイマイ那覇古塚達夫です。さて今日は408ページ、歴史を探求する普天間基地移設新基地建設の行方、ここから読んでいきましょう。1996、平成8年4月、日米両政府は県内移設を条件に普天間飛行場の全面返還に合意した。移設先は沖縄島北部の東海岸が候補に挙げられ、早い段階から名護市辺野古沖の海上基地建設が最適とされた。地元では強い反対運動が起こったが、基地受け入れに伴う北部地域への振興策が打ち出されると、市の世論は二分した。名護市民は、住民の意思を市民投票の結果に委ねることにした。1997、平成9年12月に行われた市民投票で、名護市民の過半数が移設受け入れ反対の意思を表示した。しかし、名護市長は海上基地の建設は基地の整理縮小につながり、北部振興策を首相が約束したとの理由で受け入れを表明して辞任した。一方、太田県知事は住民投票の結果で住民の意思が示されたとして移設拒否を表明し、政府との関係を硬化させた。翌98、平成10年2月、市長辞任を受けて実施された名護市長選挙では、先の住民投票の結果とは逆に、海上基地容認派、各条件付きの岸本立夫、1943から2006年が当選した。同年11月の県知事選挙では、現職の太田正秀候補が県外移設を、保守派の稲嶺啓一候補が経済振興を前面に押し出して、本島北部の陸上に15年限定で軍民共用空港を建設すると公約に掲げて争い、稲嶺候補が勝利した。1999、平成11年11月、沖縄県と名護市は普天間飛行場の移設先として名護市辺野古の沿岸域を挙げ、条件付きで受け入れを表明した。その見返りとして10年間に1000億円の北部振興費が投入されることになった。そして翌年、サミットも名護市で開催された。2002、平成14年7月には、辺野古沖を埋め立てて海上基地を作る計画に国と沖縄県が合意した。しかし、世論調査では、県外移設を求める声が依然と多く、県民の意識は米軍基地の整理縮小、撤去の原則論と、経済振興、雇用に対する現実問題との間で揺れ動くことになった。2003、平成15年11月、ラムズフェルド米国防長官当時は、宜野湾市街の上空から普天間飛行場を見て、こんな危険な飛行場では事故が起こらない方が不思議だと言ったという。何しろ、米国の法律では、飛行機の滑走路の延長線上900メートル以内は無人地域に指定され、3000メートル以内でも家畜は飼えても人の居住は認められていないからだ。その翌年8月、普天間飛行場所属 CH-58 大型ヘリが沖縄国際大学本館に衝突し墜落炎上したのである。2004、平成16年4月、防衛施設庁は海上基地建設のための海底調査に乗り出した。地域の人々や支援者たちは、ジュゴンの海を守れを合言葉に座り込みによる反対運動を続けた。海上でのボーリング調査に対しては、カヌーを繰り出して阻止活動を行い、ついに海上基地の建設を断念させた。ところが、日本政府は2006、平成18年5月、キャンプシュワブ基地内に V 字型で2本の滑走路を敷設する建設案を決定し、
同年2月に就任したばかりの島袋義和、1946年から名護市長も受け入れを表明した。ただし同年11月に普天間基地の危険性早期除去と現行案には賛成できないなどを公約として当選した中島博一県知事ともに現行の沿岸案ではなく沖合移設を要求した。それでも県民の意見は県外移設を求める声が強く、問題はさらに混迷することとなった。2009、平成21年9月、普天間基地の移設先は、最低でも県外を公言していた民主党の鳩山由紀夫内閣が誕生したことによって、風向きが大きく変わった。翌年1月の名護市長選挙では、辺野古への移設反対を公約に掲げた稲峰進、1945年からが当選し、沖縄県議会でも県内移設反対、県外・国外への移設を求める決議が全会一致でなされた。そして同年4月25日には、米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と県内移設に反対し、国外・県外移設を求める県民大会が超党派で開かれ、沖縄県知事をはじめ9万人余が参加して沖縄の意思を示した。しかし2010、平成22年5月28日鳩山政権は普天間基地の辺野古移設を閣議決定し、日米両政府は辺野古移設の推進を明記した共同声明を発表した。一方、同年11月の県知事選挙では、現職の中島博一知事が日米合意の見直しと普天間基地の県外移設を公約に掲げて再選を果たした。2013、平成25年1月、沖縄県内41市町村長と議会の議長、県議会議員らは安倍晋三首相らにオスプレイの配備撤回や普天間飛行場の県内移設断念を求める原白書を手渡した。ところが同年11月、自民党本部は県関係の自民党国会議員、県連に圧力をかけて県外移設の公約を辺野古移設に転換させた。そして12月末、中島知事は国が提出した辺野古埋め立て申請を承認したのである。これに対し沖縄県議会は 翌年1月に臨時議会を開き、選挙で県外移設を掲げた政治家としての公約違反であり、県議会が重ねて全会一致で求めてきた県内移設反対、普天間基地は国外県外移設とする決議を決定的に踏みにじるものであるとして、中山知事の辞任要求を賛成多数で決議した。また同月行われた名護市長選挙では、稲峰進が移設推進を掲げた前自民県議の末松文信を大差で破って再選を果たし、改めて民意が県外移設にあることを示した。さらに同年11月に行われた県知事選挙では、オール沖縄のオス・尾長武史候補が新基地建設拒否を訴え、現職の中島博一を破って当選した。2015、平成27年10月、尾長知事は辺野古埋め立て許可には法的欠陥があるとしてこれを取り消し、国と法廷で争ったが、翌年12月に最高裁は取り消し処分は違法と判断した。沖縄防衛局はこの判決を受け、翌17年2月から建設作業を再開し、4月には護岸工事に着手した。県は同年7月、工事差し止めを求めて国を提訴したが、2018、平成30年3月、那覇地裁は県の訴えを却下した。さらに同年1月に行われた名護市長選挙では、自民党などが支援した辺野古への移設容認派の渡具知武豊、1961年からが勝利し、オール沖縄の組織の脆弱性が指摘された。
7月27日、闘病中だった小長知事は記者会見を行い、埋め立て承認撤回を表明したが、8月8日に急逝した。沖縄県は31日に辺野古の埋め立て承認を撤回した。これによって工事は一時中断した。小長知事死去に伴う知事選挙は9月30日に実施され、小長知事の遺志を継いだオール沖縄の玉城デニー候補が当選した。政府・与党は前宜野湾市長の佐喜真淳候補を全面支持したが大敗した。しかし政府の新基地建設の方針は変わらず、1ヶ月後には国土交通省が沖縄防衛局の申請した埋め立て撤回の効力の執行停止を認めた。これにより11月には工事が再開され、12月14日に土砂を投入して海の埋め立てを開始した。2019平成31年2月24日には名護市辺野古の米軍新基地建設に必要な埋め立ての拒否を問う県民投票が実施され、反対が投票総数の約 72% を占めた。安倍首相は県民投票の結果を真摯に受け止めるとしたものの、基地移転はこれ以上先送りすることはできないと述べ、工事を続行する考えを示した。しかし埋め立て予定海域には改良が困難と言われる軟弱地盤や危険な活断層がある上、法的な問題も残されており、課題は山積みだ。玉城知事は辺野古移設が唯一の解決策を打開するため、日米両政府に沖縄を加えた話し合いの場、サコアの設置を求めたが、日本政府は拒否した。沖縄県は同年3月22日、辺野古の埋め立て承認撤回の効力を停止した国土交通省の決定は違法だとして、国交省相手に執行停止決定の取り消しを求め、福岡高裁那覇支部に提訴した。まず408ページ戻ってみましょう。左下、名護市民の投票の結果ですね。米軍基地をですね、受け入れについて、名護市民がどのような判断を示したのかということがここに出ています。投票総数が 82.45%、 投票率がですね 31,477 票あります。でそのうち賛成票というのは 14,267、 反対票が 16,639 というような形で出ているわけですね。そして409ページの右上を見てみましょう。普天間基地の、普天間飛行場の代替施設の配置計画ですね。これは沖縄防衛局候補紙より作成されたものですけれども、このように V 字型の、滑走路を持つ、飛行場を、建設しようとするものです。そしてその次のページ、410ページ、ついにこの土砂がですね、辺野古に、入れられた時の様子が写真として出ています。そして左下には、県民投票のですね、結果が出ています。賛成反対、賛成が 114,933、 反対が 43,4273、 どちらでもないが 52,682 と、投票率は 52.48% でしたけれど、表にすると 71.7% が反対であったということです。さて411ページの注釈を見てみましょう。5からですね、市民投票条例では有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重するよう謳われていると。それから6、政府は代替基地については3社、政府、県、市町村の協議機関を設置して軍民共用化を念頭に、工法や具体的建設場所を含めた基本計画を策定し、15年期限については米国と協議していくという方針を決定した。それから7番、日本政府は1999年に普
天間飛行場を名護市辺野古へ移設することを決めた際、北部地域の振興を目的に10年間に1000億円の事業費を盛り込んだ北部振興事業を行うことも決定した。テーマは人と産業の定住条件の整備による地域の持続的な発展となっている。2000年から実施されているが、道路や港湾整備などの公共事業が中心となっており、地域の特性を生かした新たな産業を生み出すまでには至っていないと。それから8番、県内の有識者やジャーナリストだけでなく、米国の映画監督オリバー・ストーンやアメリカン大学教授のピーター・カズニックなど、海外の著名な文化人や識者らも普天間飛行場の辺野古移設に反対し、即時閉鎖返還を求める声明を発表した。9番ですね。2012年9月開催されたオスプレイ配備に反対する沖縄県民大会で、県議会の各会派、市町村長、労働組合、経済団体などが共同して開催したことから、オール沖縄の表現がマスコミで使用されるようになった。2014年の沖縄県知事選挙で辺野古移設反対派の翁長武を支援する枠組みとして、保守革新の壁を乗り越え、沖縄が一致団結するという意味を込めて、オール沖縄の名称が付けられた。2015年12月にはオール沖縄会議を結成し、辺野古への新基地建設措置、オスプレイの配備撤回、普天間基地の閉鎖撤去、県内移設断念を求めた建白書の精神を実現させるための活動をしている。オール沖縄会議には多くの市民団体や政党、労働組合や経済界、個人が参加している。それから10番、沖縄県は辺野古埋め立ては現在の普天間飛行場にはない、弾薬庫や軍港などを持った新基地建設とみなしていると。それから11番、同月、県は控訴。2018年12月、福岡高裁那覇支部がこれを棄却したため上告。2019年3月、玉城知事は上告を取り下げる方針。それから12番、サコ・ウィズ・沖縄でサコは、普天間返還が決まったサコ、389ページ参照の合意の検証を求め、改めて日米両政府に沖縄を加えた話し合いで、辺野古埋め立てを含む、沖縄のさまざまな基地問題の解決策について話し合うことを意図したものとあります。まあ、ここではですね、このオール沖縄勢力というのがですね、実は今日的には若干枠組みが変わってきて、経済界などがまあここからですね、抜け出しているというような状況です。では、あしゃぎ読んでみましょう。名護市の逆格差論はなぜ挫折したのか。名護市が1973、昭和48年にまとめた名護市総合計画基本構想には、目先の派手な開発を優先するのではなく、市民独自の創意と努力によって将来にわたって誇りうる快適な街づくりを成し遂げなければならない。経済格差という単純な価値基準の延長線上に展開される開発の図式から、本市が学ぶべきものはすでに何もないと記されている。人間の真の豊かさは経済の発展にあるのではなく、自然や文化を大切にする人間の生活を優先する地域にこそあるという考え方に基づいて作られたものであった。当時は日本国中が開発による発展を目指していた時期で、この考えは逆格差論として注目された。そのため、名護市は海洋博に伴う本土企業の土地買い占めや環境破壊も少なくて済んだ。この基本構想をまとめた中心メンバーの一人が、1999、平成11年に普天間基地の移設を容認、条件付きした岸本武雄名護市長であった。なぜ名護市は逆格差論の理念を貫くことができなかったのか。復帰後、那覇市をはじめ
中南部は目覚ましい発展を遂げていた。一方、北部地域は若者の流出が続き、地域の特性を生かした農林、畜産、水産などの地場産業が思うようには育っていかなかった。北部地域の拠点である名護市は雇用の場を作り、過疎から抜け出す開発しかないと政策を転換したのである。こうして基地を受け入れる見返りとして国からの巨額の財政援助と北部振興策を引き出したのであった。しかし2010年に誕生した稲峰市政は新逆格差論ともいえる理念で、市民生活の安心安全、市の財産である自然環境の保全、未来に生きる子どもたちのため、普天間飛行場の辺野古移設に断固反対する名護市民の決意を示した。しかしながらですね、この北部の振興というのはですね、確かに、遅れているという感が市民の中に広がっています。で、そうした中でですね、普天間の在り方、すでに、基地建設が随分と進められていることもあって、今さら、工事を中止させるということはできないのではないかといった、諦め論なども最近では耳にするようになっています。では先を読み進めましょう。島田根事業。基地のある市町村には毎年国から基地交付金などが配布されるが、内閣府は基地を抱える県民の負担に応える振興策として、1997、平成9年から新たに沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業を行うことにした。この事業は慶応大学教授の島田春夫座長にした懇談会によって具体化されたことから、通称島田根事業と呼ばれている。2007、平成19年までに約840億円の予算が組まれ、25基地所在市町村、市町村合併で21で38事業、47事案のプロジェクトが実施された。那覇市文化展物館那覇市、リニューアルした沖縄子どもの国沖縄市、名護自然動植物公園名護市、神奈多良祖沖縄宜野座村、コザミュージックタウン沖縄市、キムタカホール勝連町現うるま市などがこの事業資金で作られた。しかし運営のための費用は含まれておらず、自治体の財政を圧迫している施設も少なくない。また沖縄県及び基地所在市町村には国から大きな財政援助が行われていると思われがちだが、住民が納めた税金に対する国からの見返り額、受益率を見ると必ずしも多いとは言えない。国の補助金に頼らない地域独自の事業を生み出す工夫が求められている。注釈の13番見てみましょう。沖縄県の国庫支出金は、全国11位、地方交付税交付金も含めた国からの財政移転では全国12位、人口1人当たりで比較すると国庫支出金と地方交付税の合計額は全国7位で、全国15位までほぼ同規模になっている。復帰後一度も全国1位にはなっていない。2011年、普通会計予算ベースというふうにあります。全国的に見るとですね、沖縄県は、基地があるゆえに投入される国費が莫大であるというような誤解があるわけですね。それからしますと、必ずしもここで見る限りですね、沖縄県が国庫の支出金をですね、たくさん受け入れているわけではないということが分かります。一度もトップになったことはないということですね。そして413ページの上の方ですね、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業の内容というふうにあります。
まあ、那覇市の文化展物館であるとか、あるいはうるま市の地域活性化センター整備事業、あるいは宜野湾市のマリン支援センター整備事業と、名護市では人材育成センター整備事業、留学生センターとか、こういうふうにいろんな、箱物がですね、主なベースとして作られていることが分かります。そうするとどうしてもその箱物ができた後ですね、それを運営していくという時に予算が必要になるわけですが、その予算はここには含まれていないというわけです。ですから、まあ、箱物を一回作ってしまうと、その運営経費はどんどんと、まあ、市町村の方に、まあ、任されていくわけですね。それが、まあ、負担になっているという市町村もあるわけです。さて、ではアシャギを読んでみましょう。米軍基地はなぜ訴えられたのか。戦後米軍基地の建設で周辺住民は飛行機の激しい爆音に悩まされてきた。復帰後も法的な規制措置や十分な防音対策が取られなかったため、住民は深刻な生活被害と健康被害にさらされたままである。1982、昭和57年、こうした状況を打開するため嘉手納基地の周辺住民は航空機の夜間早朝の飛行をやめるよう裁判に訴えた。その結果、同基地の爆音被害に対する損害賠償は認められたが、肝心な飛行差し止めについては認められなかった。また1996、平成8年3月には日米間で騒音防止協定が結ばれ、午後10時から翌朝の午前6時までは飛行が制限されることになったが、それが守られることもなかった。米軍が必要とする場合は飛行できるという決まりがあったからである。そのため2009、平成12年3月、周辺6市町村の住民5544人は新たに航空機の夜間早朝の飛行差し止めと精神的身体的被害への損害賠償を求める新嘉手納基地爆音訴訟を起こした。2005、平成17年2月、那覇地裁沖縄支部は W 値うるささ指数85以上の地域に住む原告3881人に総額28億276万円を支払うよう国に命じた。しかし W 値85以下の原告への損害や騒音と健康の因果関係などは認められず、住民の切実な訴えであった航空機の夜間早朝の飛行差し止めの請求も棄却された。原告団はこれに納得せず控訴した。控訴審では原則として W 値75以上の損害賠償請求を認めたが、読谷村座喜味地域以北の地域について実勢騒音が低いとして請求を棄却。飛行機の飛行差し止め訴訟、騒音差し止め請求及び健康被害、対アメリカ合衆国の請求などについても棄却した。なお、国に対しては騒音状況の改善を図るべき政治的責務があることを指摘した。原告団の上告は棄却され、2011、平成23年3月、新たに第3次嘉手納基地爆音訴訟が起こされ、2017年、平成29年に那覇地裁沖縄支部は騒音被害を認定し、国に約301億9800万円の支払いを命じた。一方で、飛行差し止めは認めず、住民と国双方が控訴した。2019年9月判決予定。これは2021年に3月24日ですけれども、賠償額が約261億2500万円で認められましたけれども、その他の飛行差し止めは認められませんでした。これは最高裁の決定です。そしてなお普天間基地についても2002、平成14年に爆音訴訟の裁判が行われ、他の基地騒音訴訟と同様に飛行差し止めなどを棄却して
損害賠償のみを認める判決が出された。2012平成24年には第2次普天間基地爆音訴訟が起こされ、2016平成28年に那覇地裁沖縄支部は住民3395人に対し、国が約24億5800万円を賠償するよう命じた。藤倉哲也裁判長は、一審確定後、日米両政府の被害防止対策に特段の変化は見られず、住民の違法な被害が漫然と放置されていると評価されてもやむを得ないと、国の姿勢を厳しく指断した。一方で、飛行差し止めは認めず、住民側と国双方が控訴した。2019年4月判決予定というふうにありますが、2020年の7月の8日に最高裁は賠償額21億3200万円を認めましたけれども、やはり飛行の差し止めは認めていません。で、注釈を見てみますと、注釈の14、2019年3月健康被害の専門家で北海道大学の松井俊教授は、嘉手納基地の騒音に起因する心筋梗塞、心疾患で年間10人が死亡しているとの推計結果も発表した。健康被害は深刻であるというわけですね。松井俊人教授ですね。失礼しました。前のページ、413ページの右下の方には、夜間飛行禁止、日米を訴えという沖縄タイムズの見出しで、2000年3月27日のですね、新嘉手納爆音訴訟を報じる地元の新聞というふうに出ています。嘉手納町あたりに行きますとですね、この米軍機が離発着する時の非常に大きな音をですね、耳にします。こういうものがですね、早朝であるとか夜間であるとかにもですね、鳴り響いているわけです。また、普天間基地のそば、隣に、沖縄国際大学がありますから、国際大学で、私たち講義を受けている時もですね、この、米軍のヘリなどがですね、離発着する間は、講義が聞けないというような状況が続いていました。ひどい時は1日に5回も6回もですね、講義が中断するということがありました。こういったものに対してですね、住民は健康被害も常時受けているわけですが、なかなか認められない。賠償は認められても飛行の差し止めは認められないという、これもですね、日米地位協定の見直しの中に入ってくるような案件ではないでしょうか。今回はここまでにしたいと思います。